はい、こんにちは、松岡です。朝起きたら扉が開かなくて、家の中につららができてました。もう初めての出来事で超驚き。ということで、家の中につららができるぐらい寒い中、某中古店に行ってきました。そしたらね、やっぱね、寒いんだろうね。みんなね、家から出ないということで、なんかね、なかなかいいなかなかもう笑いが出ちゃう。いいリプラレールがたくさんあったんで、一個ずつ紹介していきたいと思います。はい、なかなかのレアですね。はい、来たー。東武線の205系でございます。車輪がグレーなので、スペシャルセットのものかな。ちょっと開封しよう。はい、こちらでございます。2両で500円でした。なかなか安い。しかもめっちゃ綺麗なんだよね。なんかボロボロかなと思ったら全然傷ないの。しかもシールの剥がれない。ただね、後尾車がなかった。いや、後尾車なんでないんだよ、意味わかんない。後尾車なんでなかった。後尾車ね、頑張って探したけども出てきませんでした、残念。ということで、まずは動くかどうかだけ見てみましょう。あー、動きます。ギアはギア割れてるマジでギア割れてるんかい。動きますじゃないよこれ。ギアパックくり割れてた。後で焦がしておきます。まだ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 いてね。はっはっは。出た、これこれすごくない？突っ張からこのプラレール、キハー百科人さん、オホーツクですね。特急オホーツクでございます。残念ながら動作がバスなので、多分液漏れかギア割れだと思うんですよ。ちょっと開封してみます。こちらでございます。ちょっとこれはボロボロかな？割と汚い部分がちょいちょいこの辺とかかな、ありますんで、後で綺麗にしましょう。問題はこの動かない。なぜ動かないのか見てみましょう。このね、下から入れるタイプの電池はめんどくさい。はい、見てみましょう。予想だとね、この感じからして液漏れじゃないんだよね。あ、これはね、あれ、電池の液漏れもなく、ギアも割れてないんですよ。これどういうこと？つまり動くんじゃない？頑張れば。ほら来た、動いた。全然ギア割れもなく、いやー、これは嬉しい。これ超嬉しい。350円で手に入れられた。いやー、これラッキーだわ。もう運ゲーに勝ったよこれね。単純にこの電池のこの金属の部分がこっち側にかなり曲がってて、で接触、単純な接触不良でした。はい、ということで動きました。しかもシールの剥がれありません。いやー、これはめっちゃ嬉しい。これはラッキーだよ。はい、続いてこちら来たよ。暴走ビュー、プラレールの日限定で再販された方でございます。中間車と後尾車はありませんでした。めっちゃ綺麗じゃんこれ、めっちゃ綺麗。おい、ギア割れしてるんかい。マジかよ。おギア割れ2個目なんだけど、ちょっと待って、俺運が良かったんじゃなかったの。まあいいや、綺麗なんで、あ、これも後でギア交換しておきます。はい、続いてこちら、はい、E231系総武線の後尾車でございます。見ると、え、なんか歪んでる。裏見たらなんか意外とちょっと歪んでんだよね。まあでもいいけど、でも歪んでんの嫌だな。ちょっとなんでこれ歪んでるか見てみましょう。まあ多分状態のせいでちょっとこう膨らんでしまったって感じかな。まあそこまで気になる人はいないかな。でもね、こう見ると分かっちゃうんだよね。こうやって見ると、ほら、ちょっとだけ、膨らんでるような感じしません？まあここが気になるか気にならないか、まあ、まあ、この辺は、いっか。あ、後尾車だけありました。はい、続いてこちら。マリンライナーですね。開封します。はい、こちらでございます。なぜか中間車と後尾車2つで200円という状態で売っておりました。シールの剥がれはないね。メイドインチャイナでございます。傷、ほこり、破損は本当に全く見られないね。なかなか綺麗な状態でございました。はい、続いてね、やっぱ先頭車が別で売ってたんだよね。開封しまーす。ちなみにこちら108円の動作×というね。はい、残念な結果でございますが、一体どんな残念な結果なのか見てみましょう。まあ、予想としてはね、はい、ギア割れです。電池の液漏れはない。ってことは、動かないんだ。動かない上に、あ、でも一応動いたよ。じゃあやっぱギアだね。ギアが割れてるね、今回。ギア割れ3つ目だよ。まあいい、後で直す。はい、続いてこちら、動作×の横須賀線の E217系。しかも真ん中ダブルデッカーってね、開封します。はい、こちらでございます。これはね、割とちょっとボロボロですね。後でちょっと綺麗に洗いましょう。先頭車ですね。これは多分ね、予想だとギア割れなんですよ。はい、ギア割れです。パックリ割れてます。どんまいすぎるでしょ。しかも、動作×ってことは本当に動かないんだね。電池の液漏れもないのに、このギア割れですね。はい、残念。ギア割れ4つ目。ちなみに、シールの剥がれは一切ありません。綺麗な状態でございます。はい、続いて、こちら。東西線のプラレールが売っておりました。開封しまーす。はい、こちらで
ございます。結構状態いいよ、状態いいんですが、先頭車はありませんでした。残念、後尾車と中間車のみでございます。シールの剥がれがありません。フル編成にしていきましょう。連結器をつける改造は多分しないと思います。メイドインタイランドですね。あー、かっこいい。はい、続いてこちら、アサーマ489系485、まあどっちでもいいや。こちらが売っておりました。ちなみにね、 EF63 はありませんでした。これだけ売ってました。350円です。開封します。はい、シールの剥がれはありません。綺麗な状態でございます。ただドブタイヤがバジ劣化してますね。もうカチンコチンです。後で綺麗に取って交換しておきましょう。開けてみました。特に傷とか汚れはないんですが、ボロボロだね。後で綺麗に洗いましょう、シールが剥がれない程度に。はい、中間車と後尾車、特にパンタグラフが取れてるとか、連結器が破損してるとか、ネジがないとか、そういうのは一切ありません。はい、続いてこちら、鹿の角が入っておりました。開封します。はい、こちらでございます。これはあれかな、メンテナンスステーションで、付属していた4分岐でございます。まあ、通称ね、鹿の角って言われて、もうなんか鹿の角みたいじゃん、こんな感じで。だからね、そう言われてるんだけども、ちょっとさ、入れ方が悪かったのか、すげえ歪んでるんだけど、ちょっとそれ嫌だな。これだけ直そっか。あ、直った。あ、直ってないね。ちょっと後で直しますね。これ LR 両方あります。いや、これやっと2セット揃いました。面白そうなレイアウト、これで考えてみよう。いや、これね、なかなか単品で売ってるってことはほぼほぼないんで、まあ、見かけたら買おうかなと思ったら本当に見かけることができました。嬉しい。次の展示会で使おう。はい、続いてこちら、ランプ開封します。これね、先頭中間はいいんだけど、特に問題ないんですよ。電池もね、確か動くし、これがね、ギア割れしてなくて、問題は後尾車なんですよ。見てください、これひどくない？ネジが入ってるとかじゃなくて、もう台車もぐねって歪んでるし、さっきの総武線みたいに、このランプ自体の車体も膨らんじゃってるんだよね。なんか無理やり入れた感があって、これ後で台車交換します。これはひどいよ、これはひどいもういいや。あ、しかもね、なんか窓もね、めちゃめちゃ汚れてるんですよ。なぜか後尾車だけ。中間とね、先頭は特にね、汚れてないんだけども、後尾車だけこんな残念なので、まあ、連結器の改造とかしよっか。これは考えます。あ、治るかな、厳しいよね。まあいいや、後で直します。はい、続いてこちら、321系のサウンドのプラレールですね。はい、これは普通に1250円、ちょっと高めだね。開封します。いや、待って、これ1250円でさ、ギア割れとかさ、電池の液漏れあったら嫌なんだけど、一個ずつ見ていきましょう。まずは先頭車、ギア割れはしてないんだけど、タイヤ自体が空転してるって感じ。タイヤがね、多分すぐ取れちゃうんだろうね。これは後で何とかする必要があると思います。ギアは割れてない、モーターもそんなに異常はなかった。メイドインチャイナでございます。シールの剥がれはありません。はい、続いて後尾車、後尾車のシールも剥がれありません。西明石行きって書いてます。バーは状態はいい方。問題3、サウンド車だよね。サウンド車って割とさ、見落とされがちだからさ、これが液漏れしてるとか可能性全然あるんだよね。うわ、怖え、開けたくねえ。液漏れしてたらすげえショック受けるもん。あ、うん、全然大丈夫だった、余裕。はい、全然問題なかった、普通に動いた。はい、特にね、ゴムタイヤも劣化してないので、まあ、全然問題ない、最高。ちょっとだけ高かったかな、1000円超えちゃったしね。他のレイアウトとかで使っていこうかなと思います。はい、続いてこちら、もうあれですね、もうサウンド車で一番最初になくなった E501 系の常磐線、開封します。わー、ちょっと汚れてるけど、まあいいや。はい、こちらでございます。全然シールの剥がれはありません。しかもさ、顔めっちゃ綺麗、白いよ白い。もうね、うちにあるのさ、全部さ、その黄ばんじゃって、もう残念、これ残念な感じだったんだけども、全然いける、これ超綺麗だわ。はい、じゃあ動くかどうかだけやってみましょう。はい、全然動く。ギア割れしてません。ギア割れしてないけど、これ中のモーターのギアちょっと いっちゃってるね。これはしょうがない。しかもね、なんかね、髪の毛とか結構詰まってるね。これはやだな。まあいいや。はい、続いて、中間車でございます。もう、中間車はね、やることは1個。鳴るの鳴らないのって。液漏れしてないよ。全然液漏れしてない。これは鳴るでしょ。はい、オッケー。ドレミファ鳴ったよ、ドレミファ。はい、全然問題ないですね。傷、汚れ、破損、一切ありません。最高。そして後尾車、屋根にちょっとなんか謎の汚れあるけど、あとこれは綺麗に洗えば問題ないでしょう。あ、こことかね、こことか汚れてるけど、ここ問題ない。はい、ということで、あとで綺麗に洗います。はい、そして問題のこれ、丸の内線ですよ、丸の内線。いや、マジで売ってたんだけど、びっくりした。開封します。
はい、こちらでございます。特にシールの剥がれとかはないね。問題はね、もうこの動くかどうかです。もううわー、マジでギア割れしてる。いやー、ギア割れ1250円はでかいなー。何個目これ？ 5 個目だよ。ギア割れ5個目。しかもこれ下から入れるタイプだから超めんどくさいやつ。しかもね、僕一回何銀座線でやったのが、銀座線でやってね、ライトのさ線プチって切っちゃったことがあってさ、嫌なんだよね、やりたくないんだよこれ。うわーマジかよ。いや、中間と交尾は綺麗だから、もうこれでこのままでいきましょう。いや、これはもう丸の内線の駅の再現するときも完全に車両基地行きのパターンでございます。残念。そして最後、アルゼンチンから帰ってきたやつでございます。あ、こちら丸の内線、もう9タイプ、500型かな、名前ちょっと忘れちゃった。開封しまーす。とりあえず動くかどうかだけやってみましょう。はいはい、鼻がかゆい。ギア割れしてる。マジかよ。1250円のギア割れ2つはね、痛い。いや、これはないよ、マジダメなパターン、悲しすぎるよ。これはひどい。はい、ということでギア割れの丸の内線、何が大変かっていうと、このギアがさ、刃がね重要刃なんですよ。で、一般的なやつ、こういう車両今使ったやつとか12なんだよね。だからね、合わないんですよこれ。グレーの重要刃ってめんどくせえなー。もういいよ。動かなかったこの残念な車両たちはフル編成の時に使っていこうと思います。ということでね、今回はこれで以上でございます。まあ某中古店、こういうことがあってもまあしょうがないかということで割り切っていこうと思います。ということで今回はこれで以上でございます。ご視聴ありがとうございます。